こんにちは、のりたろうです。今回の動画はモダンコインの鬼と呼ばれた私が、日本人の 99% が理解していないモダンコインの実力ということで、今は2024年の7月ですが、モダンコインの何がすごいのか、そしてなぜ今あえてモダンコインなのかということを徹底的に解説したいと思います。まずモダンコインをわからない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明しますと、アンティークコインっていうのがざっくり100年以上前に発行されたコインを指すことに対して、こちらもざっくり100年以内に発行されたコインのことをモダンコインと言っています。そしてそのモダンコインも大きく2種類に分けられます。一つは地金型コインと呼ばれるもので、これはカナダのメイプルリーフコインとか、オーストラリアのカンガルーコイン、アメリカのリバティコイン、イギリスのブリタニアコインなど、中国もパンダコインなどありますね。こういったものが有名で、金とか銀とかプラチナなどの地金に近い価格で取引されるコインです。そしてもう一つが、先日速報で流したような贈答用のプルーフコインになります。通常モダンコインと呼ぶときは、こちらの贈答用のプルーフコインを指すことが多いです。でこちらは最近では2019年のウナとライオンのコインに代表されるように、特にイギリスのモダンコインが人気で、ウナとライオンの金貨とか銀貨っていうのは未だに高値をキープしておりまして、特に金貨は年々高騰しているものがある一方で、エリザベス2世が亡くなられた後のチャールズ王のコインなどは結構不人気だったりするので、そこがまた面白いんですが、それはまた後ほどご説明します。でこの2種類のコインは同じモダンコインですが、性質は結構違います。まずは地金型コインについて説明しますと、最大の特徴は数をあんまり制限せずに発行することによって、金とか銀とかプラチナなどの金属の地金に近い価格で売買することができるため、地金価格と連動して相場が決まるというコインになります。なのでアンティークコインと違い、希少性がない分逆にプレミアが乗らないので、買う時も売る時もその時の地金価格に連動してすぐ換金できるので、アンティークコインの唯一の弱点と言っていい換金性の悪さというところを見事に補ってくれるコインになります。しかもコインの場合は基本的に全てマイナンバーとの紐付けが必要ないので、これはモダンコインもアンティークコインもコインは全て一緒で、先日動画に上げさせてもらいました今後起こるであろう CBDC による監視などから資産を極めて安全な形で守ることができるっていうわけになります。ということでこれはこれですごいんですが、今回の本題はプルーフのモダンコインの何がすごいのかということなんですが、まずはこのコインのチャートを見てみてください。このコインは2010年エリザベス女王の王政復古5ポンド金貨 PF70 ウルトラカメオというものになります。こちらの2010年からのドル建ての価格の推移になります。これを見てどう思われたでしょうか。なんだやっぱりモダンコイン全然儲からないじゃないかなと思われた方は、少しもう後まで見てみてください。投資価値があるかどうかっていうのはもう少し多面的に見ないといけません。こちらドル建てですので、円建てで見てみるとどうかというと、こんな感じ。まず表で指し示しますが、落札時のドル円の為替レートで、それに伴う円建ての価格の推移というのがこの表になりまして、グラフ化するとこうなります。でこれを見ますと、現在の落札額の円建ての価格っていうのは58万6千円になって、2010年が46万600円だったので、円建てでは価格がしっかり上がっています。円安になっているので、当たり前といえば当たり前なんですが、この結果を見られて、上がったのは分かったけど、そんなに上がってないから将来性はないなと思われた方も、もう少し待ってください。次に同じ時期の金価格を見てみたいと思います。でドル円がやっぱり、こういうふうに上がっていて、円建ての金価格も
上昇しています。でグラフにするとこんな感じです。グイーンと素晴らしい金のチャートになっています。しかし2010年は1オンス10万円程度だったっていうわけですから、非常に羨ましいなと思ってしまいます。それはそれとしまして、こちらを先ほどの円建てのモダンコインのグラフと合わせるとこんな感じになります。ということでこれをご覧になってどうでしょうか。私が何を言いたいかと言いますと、2010年の時点で1オンスの金価格が10万円ぐらいで、このコインの価格が50万円ということで、その差額は約5倍ぐらいあったものが、2024年現在は1オンスが37万円で、コインが58万円ということで、その差が 1.56 倍ぐらいまで縮まっているということになります。このように現在モダンプルーフコインというのは地金価格に極めて近い価格になっているということです。しかし材料が金である以上、プルーフコインはどうやっても地金価格以上であることが保証されておりますので、つまり地金価格が絶対に下回らない抵抗線となっています。それに近接しているということは、つまり今のモダンのプルーフコインっていうのは歴史的に見てめちゃくちゃお買い得な局面に入っているということを示していると思います。つまり今後数十年数百年かけて価値を増していくであろうコインの最高鑑定のプルーフ70のものですね、ものの価格が歴史的なバーゲンセール中なのが今の状況でして、資産防衛の観点から見たら当然底堅い、つまり元本割れのリスクが極めて低い投資先ということが言えると思います。ただしこのようなモダンプルーフコインもアンティークコインと同じく、売るときに売るまでに時間がかかるために、短期にしか保持できない人っていうのは全くお勧めできないんですが、長期的に資産を保全したいとお考えの方にとっては相当に手堅い投資先かなと思います。そして今スーパーなどに行かれてひしひし感じられていると思いますが、世界的な物価高騰、つまりインフレが止まりません。そして日本以外の国は利上げしすぎて、これ以上利上げがなかなか難しいという状況にありながら、インフレは失速はしてますが、いつまで続くかわからないというのが今の状況です。で日本も今のインフレ要因が燃料とか資材の輸入価格の高騰っていうのが主な原因であることを考えると、まだまだ後追いでインフレが続くっていうのは容易に想像できます。そうなると金とか銀などの貴金属の価格は、暴落するというよりは長期的にはまだまだ値上がるという見方が自然かと思います。まあインフレっていうのはそもそもお金の価値が下がるということなので、物である金とか銀の価値が上がるのは当然かと思います。そして円はまさに安くなっておりますが、今後も円安傾向は規定路線かなとも思われます。つまり今後ますます貴金属価格は上昇し、円はますます下落するということです。ということはつまりモダンプルーフコインは金価格の上昇に伴って底上げもされる形で、価格が上昇する局面というのがしばらくは続くということになるかと思います。つまり今はモダンコインは選び放題であってとても安いということなんです。なぜか皆さん高い時に買って安い時に売ろうとするんですが、それではカモにされて当然です。安い時に買って高い時に売るっていうのが投資の基本でありますので、モダンコインは客観的に見て今はまさに買う時になります。売る時ではないです。先ほどご紹介したコインなどは最高鑑定70グレードで、オークション価格であの値段なので、もうものすごい安いことになりますし、モダンコインの中でも他にクイーンズビーストシリーズとか、エリザベス女王のまあジュビリーシリーズですね、ゴールデンジュビリー、ダイヤモンドジュビリー、プラチナジュビリーなど、節目の記念となるようなコインは分かりやすいので、まあ単年度になりますので、まあ長期保存するのにとてもいいコインになります。で私の個人的には、先ほどもちょっと話しましたが、今のチャールズ3世のコインっていうのは人気がないので、
発行枚数も最近は本当に極めて少ない発行枚数のものが多くありまして、まあ、在位もまあ年から計算してそんなに長いこともないと思いますので、100年後ぐらいにはですね、幻のコインみたいなのが今出ているんじゃないかっていうのが個人的にそんな気がしています。とにかく今のモダンコインは選び放題で安いので底値で買える大チャンスですので、まあ、円がゴミになる前にこういったものに変えておくっていうのはいいんじゃないかなと思います。ということで今回のお話は以上になります。いつも応援してくださってる皆様、本当にいつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツモダンコインと思いきやアンティークコインです。こういうレアコインも素晴らしいので、まあ、コインはいろんな使い分けができるというのがお分かりいただけたかと思います。それではご視聴ありがとうございました。